え大塚家具の姫のようなひろゆきさんが語る無能傾斜列伝が好きです。最近そんな無能傾斜者いますかっとまあさっき言ったので行くと、あの、ボットが多いのにキャプチャーを入れない5チャンネルをやってる人とか、あとまあジャニーズ事務所の社長と副社長の無能さはすごいですよね。<laughs> いや、あの問題はもうちょっと前にちゃんとやってれば解散まで行かなかったとしても、やりようはあったと思うのに、 なんで、こう、後手ごてで行って、結果として、あの、もう、解散します、みたいなことになっちゃうのかな、っていう。だからそういう意味でいくと、メリーさんがやることになって、で、スマップを追い出して、飯島さんを追い出したってあたりから、要は優秀なスタッフと優秀なタレントを追い出すっていう時点で、優秀なスタッフと優秀なタレントは、ここで頑張り続けても俺の先はないぞっていうふうに分かっちゃうんですよ。 要は、優秀だから追い出されるってなっちゃうと、あ、優秀じゃない方がいいよね。なので、なんか、あんまり頑張らないでダラダラしてた方がいいよねってなっちゃうんですよ。で、優秀な人は、じゃあ逃げた方がいいよねっていう形で、なんか滝沢さんみたいに逃げちゃうみたいなことになっちゃうんですよね。っていうので、結果として、ジャニーさんが亡くなった後、まあ、長期的にはこういう構造になっちゃうよねっていうのが、時間の問題で起きるのが、結果として思ったより早かったよねっていう話だったんじゃないかなと思うんですけども、はい。 えっと、ジュニアっていう構造があって、そこから若手が排出されます。で、ただそこを育てるという能力っていうのを、ジャニーさんと滝沢さんが持ってたんですけど、その二人がいなくなりましたっていうので、ある長期的に積んでた部分があるんですよね。で、じゃあその被害者問題っていうのができたときに、じゃあその被害者と対し、まあちゃんと向き合って解決するっていうのを、先手を打っていれば、そこまで問題大きくならなかったと思うんですよ。 で、カウアンさんが言い出して、で、カウアンさんが、その、メリーさんにあってえっと、ジュリーさんと、あの、PR 会社の嗣原さんと一緒に3人で会った時に、本当にそういうことがあったのって疑われたんですよね。で、心の中で思うのはいいんですよ。要は、自分のおじさんが性的な加害をしたかどうかっていうのが、本当にやったのかどうかわからんっていうのを知りたいという気持ちは分かりますと。ただ、 被害者に言っちゃダメでしょ <laughs>。要は、被害者にそれ言って、被害者が、いや、やれてないっす、嘘っす、嘘っすって言うわけないでしょ <laughs>。なので、嘘ついてるかもしれないって思ったとしても、それは口に出しちゃいけないんですよ。だって、あなた嘘つきですよね。被害って言ってるだけですよねっていうのを、被害者に対して言ってるわけじゃないですか。で、それは明らかに失礼だし、揉め事が余計ややこしくなるよねっていうのを、 その、ジュリーさん本人も分かってないし、PR 会社の社長をやってたサニーサイドイクの、その、津原さんも分かってないっていう時点で、あ、ここはダメだなって僕思ったんですよ。要は、同じ問題をどんどん広げちゃうんですよ。被害者が声を上げた時に、その被害者に向き合って問題を解決しようというのではなく、その被害者が、いや、こいつらと話してもラジアかわねえわとか、問題を大きくした方がいいわっていうふうに思ってしまうだろうなっていう、 構造を一手目でやったんですよ。で、案の定その被害者の会みたいなのが出てで、被害者の会もうさんくらい人がいっぱいいるんですよ。で、まあ、それはそれでどうだったと思うんですけど、ただ、うさんくさい人であっても、うちうちに問題を解決していって、被害を口に出す人を一人ずつ減らしていくっていうのは、1600億円あったらできるんですよ。要は、ぶっちゃけ文句言うやつが200人いたら、一人1000万円払えば、もうそれで20億円で解決じゃないですか。 600億円あるんだったらその方が安いんすよ。だからもちろんその中で嘘ついてるだけのやつもいると思いますよ。でもそれよりも問題を解決するんだったら5年たやつがいたとしてももう怖い1000万円黙って払っちゃいましょうっていう長期的な解決っていうのよりあんた嘘ついてんじゃないのっていうのを今も出してるんですよ。被害を加え、その主張する人の中にはなんか信用できない人がいますみたいなリリース確か最近出したんですよね。だからあ、 考え方全く変わってねえわ、と思って。だからそういう意味で、あ、この人たちは事情能力ないから無理だなっていう。なので、やっぱね、二代目はね、二代目とか三代目はね、無能が多いんですよね。